はい、こんにちは、江藤です、今日もですね、ちょっと家に段ボールが届きましたので、こちらを開封していきたいと思います。冷蔵というシールが貼ってあるので、生物、まあ、生きているものになりますけども、まあ、ここにもうお花って書いてますが、あの段ボールの中に、お花が入っております。これはあのアプリで、利用ができるお花のサブスクのフラワーというところで、購入したものです。アプリ上で、注文をして今日届きました。こういった形でブーケが丸ごと入っております。でこちらのブーケがですね、ロスレスブーケと言いまして、市場から直接仕入れまして、でかつこう数量限定で、販売をしておりますので、廃棄の数も減らすことができるということで、お花にとっても、いいことが多い商品となっています。価格は4000円前後のブーケが、1980円、送料無料で、フラワーから購入をしました。でこれお花はケイトウというお花になってます。あの色味も、この秋っぽいちょっとこうくすんだカラーですごい可愛いなと思いました。思っていたよりもこういろんな種類のお花入ってましたし、結構ボリュームがありましたね。本当にこう可愛いブーケだなと思います。なんかもうこのまま人に渡しても全然大丈夫な感じですね。それでは早速花瓶の方に飾ってみたいと思います。茎のところについているこの茶色の袋の中には、スポンジが入っていてですね、あのたっぷりと水が染み込んでました。輸送中も水が切れることなく、届けられるようにあのちゃんとされてましたし、すごくしっかりと梱包されていたので、とてもなんか安心感がありましたね。あのすごく綺麗なブーケの状態になってましたので、ゴムとか外さずにこのままの状態で飾ってもいいかなと思ったんですけれども、一つ一つちょっとカットしていきたいので、バラバラにしました。花瓶はこのちょっと高さ30センチぐらいある大きな花瓶を使おうと思ったんですけれども、ちょっと大きすぎかなと思って、またしまいました。花瓶ね、そんな選ぶほど種類持ってないんですけれども、なるべくぴったりなやつを使おうと思ってます。でこの花瓶は口の部分が真鍮になっていて、すごくあの気に入っているやつですね。すごいシンプルで、透明が一番いいですね。水の濁り具合も分かりやすいの でちょっとシャツにめちゃくちゃスポンジ、その水を染み込ませていたスポンジがすごくついてしまいました。このグレーのシャツはインナーなんで、パジャマなんですけども、寝起きすぐにこう花を飾っているというところです。で、根元の部分はですね、ちょっと水で流しまして、そのスポンジだとか、ちょっと古い汚れだとかをちょっと取り除いています。で、この小さな容器に水を入れて、この中に1本ずつ入れて切っていきます。で、その前に、いつもの延命剤を使っていきます。量は本当に適当ですね。昔はちゃんと測ってましたけども、今はざっくり入れております。で多分ちょっと入れすぎちゃったので、ちょっと水で少しまた薄めてます。ちょっとね、この水の量もちょっと多かったかもしれないですね。あんまり多すぎると木の部分やっぱりちょっと腐りやすいの でしっかりと、マドラーを使って混ぜていきます。はい、でここからはちょっと倍速にしてますけれども、水の中で、茎の部分斜めにカットをして、余分な葉っぱを取り除いていきます。で今回はですね、本当綺麗なブーケの状態で届いていたので、きっとバラバラにしてこうやって花瓶に飾ってもですね、うまくまとまるだろうと思ってました。やっぱりちょっと難しいですね。ちょっとこう入れていくとどんどんバランスが崩れてきて、これでいいのかっていうふうにちょっとなってきてしまいましたけれども、
まあ、こんな感じでいいかなと思っていつもの場所に飾っていきます。まあ格好はついたかなと思います。これはユーカリがいつもこうクタッとしているので、私ちょっとバランスがいつも取りにくくて、ユーカリはちょっと苦手ですね。ただやっぱり色味は本当に可愛いですね。このくすんだカラーがすごく合ってると思います。ボリュームもあって、まあ、買ってよかったかなと思います。まあ、毎日水交換をして、長く楽しみたいと思います。はい、それちょっとお花変わりまして、ちょっと今部屋に飾っている、コウモリ蘭なんですけども、貯水葉っていうんですかね、これがちょっと出てきました。すごく綺麗な緑色です。こっちにも株があるんですけども、ここからも生えてます。ずっと貯水葉が茶色だったので、新しく生えてきてよかったです。もっと出てきそうですね。でこんな感じでサイズ感伝わるかなと思ってちょっと手を出してみましたけども、こちらの尾崎フラワーパークで購入をしました。葉っぱもすごく大きく、今も成長中という感じです。天井からですね、カーテンレールのところで吊るしてるんですけども、まあ、これは本当自己責任になっちゃうので、まあ、正しい使い方じゃないので、まあ、ただ今のところ問題なくこれで吊るせております。はい、ということで、いつもこの冷水ポット、まあ熱湯も対応してますけども、このポットでお茶を作ってるんですけども、それがこのお茶ですね。3種類あるのかな、この3つですね。これカルディで購入したやつなんですけども、まあ、水出しというか、まああったかいお茶じゃなくて冷たくして飲むアイスティーで、結構こうもうちょっと9月になっちゃいましたけども、夏っぽいトロピカルフルーツ、アイスブラックティーレモネード、ピーチということで、結構夏っぽいフルーツティーということで、これめちゃくちゃ美味しくて、一箱買ってすぐ飲んじゃったんで、3箱また追加で買いました。多分カルディもこれ一年中は置いてないんじゃないかなと思うので、もし見かけたらぜひ試してみていただけるとすごく美味しいです。で作り方はなんですけど、まあ、中にこのね、中のこの袋もすごく良くて、なんていうんだろう、紙なんですけど油紙っていうのかな、なんか湿気を通さなそうな紙の中に、まあこうパックが入ってるんですけども、これ2リットルの、ポットですけど、だいたいティーバッグを6個ぐらい入れちゃいます。なんで一つのティーバッグも本当にこんなにちっちゃいですね。なんでなんかマイボトルとかちっちゃいボトルで、ね、会社に持っていくとかって時には、まあ、1つとか2つぐらいでいいと思います。 1,2,3,4 これ1個切れちゃう。はい、これで今6袋入りました。なんかペットボトルの爽健美茶とかサントリーウーロン茶とかも飲むんですけど、なんかこの水出しのお茶、このカルディのこれに限らず、この7月8月はめちゃくちゃ飲みましたね。なんか無印とかでも売ってますけども、よく購入してました。でこれ作る時にこのまま水入れちゃってもいいんですけども、私はちょっとだけお湯をこのぐらいかな入れて、かなり色が濃くなって、ちゃんとこうお茶がしっかりと
抽出されたら、水をマックスまで入れて冷蔵庫で冷やすっていうのをやっております。Thank you.